皆さん、こんにちは。ナタナちゃんのタナです。今日は、インターバル練習はスピード解決にならないというテーマでお話をさせていただきたいと思います。皆さんは、スピード感をつけたい、スピードの苦手を克服したい、スピードをつけて記録の達成をしたい、そのように思っている方多くいらっしゃるんではないかと思います。ですが、まあ、これは対象者にもよるんですけど、特にサブ4を目指しているラインまでのランナーの方にとってはですね、このスピード練習のためにインターバル練習をチョイスするのは、そこまで重要性は高くないです。今日はそのお話をさせていただきたいと思いますが、皆さんが目指しているそのサブ4というラインのペースを改めてですね、こう細分化していきましょうという話です。サブ4を目指している人のペースラインは1キロあたり5分40秒のペースで推移すれば OK です。で、実際5分40秒というペースですね、まあ皆さん目指している方なんかわかると思うんですけど、1キロ1キロで考えたらそんなに難しいタイムではないですよね。だけど、これに余剰とか余裕を作っていきたいという気持ちがあって、スピード練習をやってるという方もいらっしゃるんではないかなと思うんですよ。そしてこの5分40秒を100メートル単位で見ると34秒なんですね。これをですね、まあ目指している方が、例えば10キロでこれぐらいのペースラインで走れるようになれたらいいなと、私がまあいつも指導している方には、52分で走れるように10キロ頑張れるようにしませんかという話をしています。で、52分で走れるように練習しなきゃいけない人がですね、取らなきゃいけない1キロあたりのペースラインは5分12秒ですね。100メートル単位で言うと31秒ほどで走ればいいんですね。よくよく考えてみてください。34秒や31秒、これ一つ 100m 走るだけだったらそんなに難しくないっていうのは分かりますよね。つまりこの2つのペースに対してスピード練習する必要があるのかと言われるとないんですね。はい、皆さんがですね、まあやっていかなきゃいけないことっていうのは、一定の速度を長く続ける力の方が1回1回のスピード能力を身につけるよりは大事だということです。ただ昨日のですね、私が出させていただいていますウィンドスプリントについてという動画があるので、そちらと合わせて今日の動画はですね、ぜひ見ていただきたいんですが、あれはやる意味がすごくあります。なぜならウィンドスプリントを取り組むことによってフォームエコノミーの改善につながるからですね。フォームエコノミー、効率を良くしていこうというふうに思っている方はウィンドスプリントをやっていくといいですよと。インターバル練習などの強度の高くて回数をこなしていくような練習で、かつ強度の高い時間を持続させなければいけないという内容はですね、結構体にとっても大きな負担がかかります。よくありがちなんですけど、サブ4を目指している人たちのこちらのスピードラインを考えてみていただいたら、1回1回のスピードがそう大して速くないんですね。で、そうなるとどうなるかっていうと、実はですね、オーバースピードで、練習をこなしていることが多いです。なので怪我のリスクが高くなりやすいですし、フォームの乱れが強く起きがちなんですね。で、その乱れたフォームを持続したところで、このフルマラソンや10キロでこの目標としているタイムを達成するために必要なフォームコントロールができるかというと、できるわけないんですね。皆さんがですね、意識してほしいのは、仮にインターバル練習をもう既に取り組んでいる、やってるよという方は、一回スピードのラインを見直してほしいんです。できる方だといって、速いペースで走ればいいものではなくて、フォームが安定しているか、呼吸が安定しているか、長く続けられるか、その辺を一回チェックし直していただいて、インターバルトレーニングを取り組み直していただいたらいいかと思います。サブ4を目指しているランナーの人たちというのは、基本的にこれよりも速いスピードラインっていうのは、絶対に有していると思います。それぐらい走り慣れてきたらですね、まあ基本的に速く走ること自体にそんなに無理はないはずなんですよ。今皆さんがやっていくべきことは、この一定の速度を長く続ける力を身につけようという方が大事になってきます。なので、フォームをしっかりと安定させたままですね、持続する時間をとにかく長く取れるように練習する、これをですね、大事にしていただいて、最終的に位置を意識したですね、トレーニングを基本的に行うといいんじゃないかと思うので、こちらにですね、先日私が動画で上げさせていただきました内容がありますので、こちらをちょっと参考に練習をしていただいた方が、皆さんにとってはパフォーマンスを上げる一つのきっかけになるのではないかと思いますし、そして、フォームコントロールを良くするために昨日動画させていただきましたウィンドスプリントの取り組みをしっかりとやっていただいてですね、頑張ってまずはフォームを楽にコントロールできるように頑張っていきましょう。よろしくお願いします。タナでした。